こんにちは、バックネット裏です。 FA に翻弄された選手を紹介するシリーズ、今回は清原です。西武から FA で他球団へ移籍する選手が球界において最も多いことは知られていますが、それが必ずしもキャリアハイになる活躍をするとは限りません。甲子園を沸かせたスラッガーはもちろんプロ志向で、しかも希望球団は読売ジャイアンツ。確かに水面下ではジャイアンツ球団も清原の1位指名が濃厚でしたが、土壇場になって早稲田大学進学を希望していた PL 学園の桑田真澄投手を1位指名で周囲をあっと言わせ、同級生の清原、桑田の2人は明暗が分かれました。清原には南海、日本ハム、中日、近鉄、西武、阪神の6球団が1位指名で競合し、抽選の結果西武ライオンズが交渉権を獲得しました。巨人からの指名を希望していた清原は会見で涙を流したのはまだ記憶に残っていますよね。また1987年の日本シリーズで西武が巨人を破った際、シリーズ制覇目前となった試合終了間際に一塁手として守備位置で涙を流したことがライオンズファンの語り草にもなっています。その後、清原はライオンズの中軸を打ち続けて、文字通りライオンズの顔になっていきました。しかし、ライオンズ在籍中においても、清原本人の胸の中には、ジャイアンツのユニフォーム姿の自分がいたのでしょうか。1986年4月5日にデビューして以来、西武ライオンズの柱として活躍した清原は、10年目にして燃え尽き症候群になっていたと語り、もう一度違う環境で野球をやりたいということで FA 宣言をします。そして、1996年に、FA の権利を取得した清原獲得に手を挙げたのが巨人と阪神です。清原が FA を宣言した際に、当時の阪神監督吉田芳雄は縦島を横島に変えてでも、そして巨人監督長嶋茂雄が僕の胸に飛び込んできなさいという2つの口説き文句が話題となりました。また長嶋監督は自分の永久欠番3番を譲ってもいいというほど熱いラブコールを送りました。契約条件ははるかに阪神が良かったものの、結局は子供の頃から憧れていた巨人へ移籍することになっていきます。清原入団で当時の4番バッター落合が出場機会を求めて日本ハムに移籍しています。さて、子供の頃からの憧れのユニフォームに身を包めることになった清原の巨人移籍は正解ではなかったようです。お金はどうでもよかったと発言する選手は多くいますが、それは決して本音ではありません。プロの絶対的評価は年俸であることは誰も否定できません。最近では西武から楽天へ行った浅村、森、日本ハムからソフトバンクホークスに行った近藤。しかし唯一どう見てもお金ではなかったと思えるのが清原だと思います。縦島を横島にしてでもと当時の阪神吉田芳雄監督に来てほしいとお願いされて面談。提示された金額は36億円でした。年数も10年の長期契約プラス将来の監督、球団社長への終身雇用と阪神は本気度を表していました。一方の巨人はというと、5億円で契約期間は2年。マスコミも阪神入りかと書き立てて関西がざわついたのです。実際に清原は後に阪神入りを友人にも話したと回想しています。ただもし阪神へ移籍する場合、その本拠地となる甲子園球場は大東方面からの浜風が強いことによって、清原の得意なセンターから大東方向への打球が押し戻されて不利になることを心配していたと語り、さらに清原が移籍する際には年俸を前年度の 1.5 倍となる3億6000万円に設定されていましたが、当時の阪神で最も高年俸である和田豊が1億円程度であったことから、阪神ファンの反感を買うのではないかという心配もあったことから阪神入りをやめたとも言っています。清原は巨人との交渉の席上で昔のドラフト時の話を切り出しています。つまり当時自分ではなく、どうして桑田を指名したのか、自分の気持ちを裏切った手のひら返しの本意を知りたかったのです。ところが球団代表は、ああそんなこともあったねと軽くいなした挙句、そんなに来たければどうぞ
と言わんばかりの横柄な言葉と態度には、どうせ来るのだから安く買い叩こうという意図が丸見えでした。これには黙って聞いていた清原が顔を真っ赤にして怒りに震え席を立ったのです。これに巨人フロントは大慌てしました。数日後に長嶋茂雄監督直々の何も考えず僕の胸に飛び込んできなさいという熱烈なメッセージが胸に刺さり、再び子供の頃からの憧れであるユニフォームに身を包みたいと清原の思いは巨人に傾きました。バッティングの師匠ともいえる落合博満の存在も清原を迷わせますが、長嶋監督は一塁を考えているというメッセージを送りました。当時の落合はすでに43歳でしたが、自分自身は清原と競争しても負けないが、球団はおのずと清原の出場機会を増やすだろうし、長嶋監督の苦しむ顔を見たくないと言い残し、出場機会を求めて日本ハムに移籍しました。古巣球団のファンとすれば、FA 選手がチームを離れるのは寂しいものです。広島の黒田博樹や横浜の三浦大輔が FA 宣言した時には、残留を希望するファンが後を絶たなかったが、清原の FA はそれらと比べ物にならなかったくらい、西武ファンには衝撃でした。時はちょうど巨人が各チームの大砲を次から次へと獲得していた時期でした。自分を袖にした球団になんか行くな。清原よ、お前もか、との声を清原は心痛な面持ちで受け止めていました。西武のフロントにしてもチームの顔に離脱されるとなると、翌年からの編成を考えなければなりませんが、清原を秘蔵っ子として可愛がってきた西武の堤義明オーナーが、好きにさせてあげなさいと球団幹部に告げています。迷っていた清原は母親の前で巨人と阪神の帽子をかぶり、どっちが似合うかなと聞くと、母親はあんたの元々の夢は何なのと冷や水を浴びせました。巨人の横柄な対応など些細なことで夢をひっくり返していいのかとの言葉に清原の目は覚めたそうで、これが FA での巨人入り決定の瞬間でした。しかしいざ入団してみると、富士山は遠くから見ているから綺麗なんだという言葉を実感することになります。巨人入団初年度の1997年、開幕から4番を務め32本塁打を打っています。数字だけ見れば9大点ですが、三振は当時のセリーグ新記録となる152個でした。長年チームを引っ張ってきた斉藤正樹ら投手陣の不振もあり、巨人は63勝72敗と負け越しました。当時はまだ巨人戦のテレビ中継も視聴率が良くて、注目度は球界ナンバーワンでした。清原がチャンスに三振でもしようものなら、容赦のないヤジが飛び、応援ボイコットも起きました。翌年1998年は三振こそ半減したものの、23本塁打と期待を裏切ります。厳しいインコース攻めに対応すべく打撃フォームを改造し、前半は好調をキープしますが、後半は故障に悩まされ、チームは3年連続で優勝を逃がしました。清原は強靭な体を作るべく肉体改造にも取り組みました。4年目の2000年、開幕を前にした激励会の席上、オーナーの渡辺恒夫は、これで勝利要因が増えたと語っていたほど、清原の開幕2軍スタートに安堵するほどだったのです。清原はこれを耳にして、プロ入り最大の壁と屈辱にぶち当たったのです。トレードを経験した選手の多くがそうであるように、清原もまた巨人軍の持つ戸玉選手への冷遇を身に染みて味わっています。広島から巨人へ移籍した川口和久投手は、清原からここでは戸玉は戸玉として生きていかなければならないと話しかけられたと回想しています。 FA で獲得した大物選手が期待した成績を残せなければ、どうしても風当たりは強くなります。2003年オフ、原辰徳監督が突然辞任した後、堀内恒夫監督となり、清原は泥水をすする覚悟でと最終年に挑みますが、度重なる怪我で思うような結果を残せず、2006年オリックスへ移籍しました。移籍初年度の東京ドーム、巨人対オリックスの交流戦では
退屈だった試合が代打清原で一気にボルテージが上がったのです。巨人の外野席応援団までが大声援を送り、清原もそれに応えました。2008年9月29日、プロ入りから11年間を過ごした西武ドームでの西武とのカード最終戦終了後、グラウンドに出てライトスタンドの西武ファンの清原コールに応えた後、オリックスと西武の両軍選手が清原を胴上げするというセレモニーが行われ、渡辺久信からも花束を贈呈され、中島博之とユニフォームを交換しました。10月1日、京セラドーム大阪でのオリックスのシーズン最終戦、対ソフトバンク戦が清原の引退試合となって、23年間の選手に終止符を打ちました。清原の巨人9年間の通算成績は、846試合に出て720安打、185本塁打、576打点、打率が2割6分6厘でした。2000年にはリーグ優勝と日本一に貢献しました。2001年にはチームトップの121打点を記録すると、翌2002年には日本シリーズで2本のホームランを放ち、日本一の立役者にもなりました。しかし怪我に苦しんだシーズンの方が多くて、規定打席に到達したのが1997年、98年、2001年の3度だけでした。それでも毎シーズン2桁本塁打はクリアしています。さすがです。在籍9年間で巨人移籍入団選手では最多となる185本ものホームランを打っています。不動の4番だった西武時代とは違い、もともとの巨大戦力に加え、 FA で江藤明が加入したり、ペタジーニら助っ人外国人が補強されたりする巨人では常に激しい競争にさらされていました。期待のホームランバッターだっただけに、その期待度は大きくて、球団やファンの重圧に押しつぶされ、清原の自尊心もコントロールできなくなったのでしょうかね。絶頂とどん底を味わった大打者の FA は、他の誰も歩めない天から与えられた運命というのでしょうか。ということで、 FA に翻弄された選手の一人、清原和博選手のドラマを解説しました。この動画が良かったと思われたら、高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。